さあ始めようぜ。神器を修復したついだにテストが必要なんだ。とりあえず装甲のチェックからだ。攻撃は最大の防御っつうけどさ、シンプルにガードすんのは生き残る基本だ。使うかは応用ってことで。よし、問題なさそうだ。時間もあるし外周行っとくか。フィールドにいろいろ落ちてるだろう。あれ拾っとけよ。物資が少ない今じゃ基本だぜ。それに仕事の目的に関係ない戦利品は牢獄で没収されずに俺らのポケットってわけ。生き残るために人気強化は欠かせねえ。つまりは素材集めも重要ってことだ。つっても人気は全部港の管理だから好き勝手はできねえけどな。こんなもんだろう。人気には何の問題もなさそうだ。お出たな荒神。まあちょうどいい。ぶっ倒して戻ろうぜ。Next mission.今日は派手な仕事になるぞ。ついてこい。人気の最大の特徴はプレデターフォームだ。捕食による戦闘効果の測定が今日の仕事だ。俺たちゴッドイーターは人気で荒神を捕食することで身体能力を一時的に上昇させることができる。いわゆるバースト状態ってやつだ。この力を有効に使えば困難な局面を切り開くこともできる。食いつけ。狙えるな。よし、渡りに船だ。荒神を捕食してみろ。行くぞ。狙えるな。狙えるな。食いつけ。そうだ、荒神の屍を捕食すれば素材が手に入る。忘れるなよ。人気パーツの強化合成に素材は必需品だが、現地調達が基本だからな。よし、次はバーストアーツを試そう。今日の仕事の本番はここからだ。バーストアーツはバースト状態でのみ繰り出せる戦闘技法だ。人気のオラクル細胞と多重結合できる。俺たちエイジにしか扱えない代物さ。荒神を捕食、バースト状態に移行して
バーストアーツを放つ。このサイクルを頭に入れて戦ってみるぞ。いいな。始めるぞ。よし、いい感じだ。さすがだな。狙えるな。バーストアーツは使い込むことで磨かれ成長していく。狙えるな。だがそれは人から荒神に近づいたことを意味するらしい。正規品のやつらからしたら俺たちは人にあらずってわけさ。よし、こんなところだろう。バーストアーツにはいろいろな種類があるからな。空いた時間で試してみるといい。みんな向こうで寝たみたいだ。眠っている間くらいはいい夢を見てくれてるといいんだが、夜は静かだよな。どうだった？新たな濃度レベルは？まあ確かに荒神をぶっ倒す瞬間は気持ちいいよな。それでも生き残った奴がいた。なら戦う意味はあった。小さな抵抗かもしれないが、心だけは、意志だけは売り渡すわけにはいかない。傍から見たら滑稽かもしれない。明日死んじまったら何も残らねえ。だが俺は待ち続ける。必ず俺たちに新しい道が開かれる時が来る。回覧か。さあ始めるか。今回はエンゲージの効果測定だ。俺たちエイジだけが持つ絆の力、エンゲージ。エンゲージを発動するためには条件がある。荒神と交戦中にお互いが一定距離内にいると互いの感応が深まっていく。感応が一定値まで深まればエンゲージ発動だ。ま、とにかくやってみようぜ。の一つで互いの特性が共有される。お互いの強みを重ねられるってことだ。荒神からしたら反則技だよな。よし、一気に決めるぞ。つながる力、何にも持ってねえ俺たちエイジに神様がくれた宝物なのかもな。せいや、ただしその効果が発揮されるのは交戦中のみだ。覚えておけよ。当たれ。この辺りで十分だろう。測定結
か。エンゲージは1対1で行うのが原則らしい。ま、当然だな。一つの脳で複数の人間の特性を処理するのは負荷オーバーってわけだ。実際どうなるかはやってみないとわからないけどな。何にしてもこのエンゲージは俺たちにとって大事な武器になる。うまく使っていこう。何でもないよ。ちょっと休めば大丈夫だから。もう大丈夫、ありがとう。ユーゴからはあんまり動くなって言われてるんだけどさ。何にもせずに助けてもらうのってかっこ悪いからさ。僕にできることは頑張ろうって思ってて。うん、みんなもほどほどにね。通達の通り、エニゴノと周辺海域に濃度上昇が認められた。調査のため、作戦区域内の荒神から組織サンプルを採取後、帰還しろ。以上だ。確かに随分濃いな。体に異変はないか。おう、今んとこな。俺らはこんなところでくたばるわけにはいかない。始めるぞ。抜かるなよ。予定が来る。よし、あらかた片付いたな。どうしたじ。あ、いや、なんか港の連中に繋がんなくてさ。中継機の故障かな。なあ、この海域濃度なら不思議じゃないか。取るもん取ってさっさと戻ろう。連結やたせりゃせりゃ
今だ。レア物はなしか。ちっ、最近ついてねえな。日頃の行いが悪いんだろうよ。うっせえっての。よし、そろそろ帰るか。チームエイジに通告。現在もキープエリアにて階段が発生。ペニーワースも接近する。オープン回線、どこのドイツだ。何言ってんのか聞こえねえよ。なんだあれ。What is it? Oh, a storm. Machi nae ne. Kairan da. Ore tachi no minato no hou ni mukatte nai ka? Kusso. Nan datte konna toki ni? Koko kara ja sakimari suru no wa fukano da. Sonna. Ja minato no nagama tachi wa? Gaki da mo. Sawagun ja nae.絶対手があるはずだ。仲間は絶対死なせねえ。こちらキャラバン、周囲のエイジに通達。繰り返す。こちらキャラバン、周囲のエイジに通達。現在回覧が発生中。こちらエイジ、回覧の状況を知らせろ。繋がった。話は後よ。この船の進路上に荒神がいる。排除して。何をする気だ。話は後と言った。いいから従いなさい。報酬の交渉なら後からいくらでも聞くわ。本船は港の救援に向かっている。事態は一刻を争うの。了解した。直ちに向かう。港にはエイジのガキどもが取り残されているはずだ。そいつらを必ず助けると約束する。通信は以上。検討を祈る。これがチャンスってわけか。行こう。ひっくり返すぞ、すべてを。よいしょ。やつがすげえんだけど。死ぬんじゃねえぞお前ら。俺たちと港の仲間たち全員で新しい明日を生きるんだ。
港に取り残されていた方々は全員保護しました。リカルドさんの情報通りでしたね。牢獄のような部屋にエイジが閉じ込められ放置されていたようです。まだ幼い子もたくさん。ひどいわね。こうも人間は醜くなれるものなのかしら。おっぱい。それから彼らに合流ポイントを送っておきました。そこで落ち合う予定になっています。でも良かったんですか？報酬の交渉は後でいくらでもなんて言っちゃって。そうね、命を金に変えるような子たちじゃないことを信じるわ。それ解決策じゃありませんよ。分かってるわ。180度回答。この領域を離脱して早く。回覧が来るわよ。はじめまして、皆さん。ようこそ我がキャラバン、海域踏破船、クリサンセマムへ。この船のオーナー、イルダ・エンリケスよ。間に合って、本当によかった。ユーゴ・ペニー・ウォートだ。事態が事態とはいえ、あの状況下での荒神討伐は、かなりの難易度だったはず。強いのね、あなたたちは。その事態ってのを説明はしてくれないのか？まあ待ちなさい。あなたたちのおかげで我々の仕事ができた。その礼くらいはさせてもらえないかしら。仲間を救ってくれた、それで十分だ。ええ、けれどこれはあくまで一時的な措置。それは分かってくれるわよね？ん？エイジの移動は港の権利者およびグレイプニルを通さずにはできない。あなたならご存知でしょ、ユーゴ君。そういうことか。気にするな。生きてさえいればそれでいい。あとそれから俺のことはユーゴでいい。オーナー、海域に飲まれた港の状況確認が終わりました。今のところ港の運営者に当たる方々の所在は不明のようですね。とんずらしたんだろ。遠くで逃げる船が見えた。確かに何隻か渡航登録がされないまま出航した船があるようですね。愚かなことを。行く当てもないまま海乱に巻き込まれていたとしたら。ガキどもを置いて逃げやがったバチだよ。やめとけ。んだよ、あいつらにはお前もムカついてんだろ。それでも喜ぶ気にはならない。オーナー、再び海域の濃度指数が上昇しています。これ以上とどまるのは危険かと。代表者はあなたね、ユーゴ。海域航行法に基づきあなたたちを保護、我々の港まで移送します。分かった。道中何かあれば手伝おう。だがギブアンドテイクだ。ただ働きはしない。たくましいのね。いいわ、梅雨払いをお願いすることになると思う。いいだろう。他のエイジとは一味も二味も違うと約束する。キャラバンの航路か。比較的濃度の低い地点を起点とし、点と点を結ぶようにつないだ道のりだったか。詳しいのね。データベースの詰め込み教育の賜物かな。この辺りには古いなりに確立された航路があったんだけどね、すっ
っかりビーコンの反応がなくなってしまって。あの回覧のせいでおじゃんってわけだ。にしてもこの船でかい割に随分人が少ないんだな。そう人を雇うことなんてできないのよ。資源も変色因子も以前のように潤沢ではないの。なるほど。それで俺たちに一仕事頼みたいって。ええ、もちろん報酬は用意する。へえ、子供の打賃じゃ納得しないぞ。失われた航路を再建すれば開拓者としてのロイヤリティが入る仕組み、その一部をあなたたちにも分配する。命張って戦うのは俺らだ。相応の報酬はもらう。3割ね。報奨金はこの船のクルー全員がもらうに値するものよ。アンフェアすぎる。な、どうする？そうだな、5割。これ以上は引けねえ。どでかい積み荷を背負ってることは知ってるよ。それなりに身入りがあるんじゃないのか、イルダ。わかったわ。ロイヤリティの5割、交渉成立ね。船内での行動を許可するわ。機密事項もあるから無制限とはいかないけど。あの牢獄に比べたら楽園みたいなもんさ。改めてよろしく、英二の諸君。期待しているわ。ようこそ怪奇島派遣クリサンセマムへ。私はこの船でオペレーターを担当させていただいているエイミー・クリサンセマムと申します。ここはミッションカウンターといいまして、航路を開く過程で様々なミッションが登録されていきますよ。つまりここで話しかければ仕事が始まるってことでいいんだな。ええ、その通りです。すでに一件の依頼が登録されています。ですが一つ問題が。問題？ええ、そう。このまま移動するなんて目隠しで吊り橋を渡るようなものよ。なんで、ガーッと行っちゃえばいいじゃん。その吊り橋が噛みついてくるから問題なのよ。海域の中を走行するキャラバンには感応レーダーを搭載した船が一隻以上必要なの。近くの海域濃度の感知、荒波の位置特定といった重要な機能を担っているわ。もちろんこの船にもね。裏を返せば感応レーダーがまともに動かなければ我々にとっては死活問題ってことよ。故障でもしてるのか。感応レーダーは名前の通り高い感応能力者がいて初めて運用できる航海士ともいえるゴッドイーターが必要なのよ。でもその肝心の航海士が先の回覧で負傷してしまって適任者がいない状況なんです。航海士か、かっけえな。俺にやらせて。エイミー、認証システムを一時解除して。はい、解除しました。ダメですね。半径2マイルほどでしょうか。索敵範囲が狭すぎますね。ガーン。なら俺がやってみよう。ユーゴさんも適性はなさそうですね。全然じゃん。なかなか難しいもんだな。前任者の場合、生まれ持った適性はもちろん、特別な訓練を受けた上で半径20マイルを見渡せた。ふん、
感応能力が高ければいいんだよな。なあ、イルダ、仮にこの航海士も俺たちが請け負うとしたら、ロイヤリティの再交渉は可能だよな。ろくでもない仕事に払うお金はないわよ。だそうだ。ほら、やってみろ。仕業なの？こいつの感応能力は昔から桁が違うんだ。これで問題解決だな。これより発進シーケンスに移行します。メインアキュミレーターからのエネルギーフロー確立。対海域核壁第1層および第2層を閉鎖開始。感応レーダーナビゲーターと接続完了。同調率30、60、100%。オラクル探知システム正常。進路上の海域濃度 0.02ppm。 許容範囲内。対海域核壁閉鎖完了。船体周囲に変色場シールド展開。全システムオールグリーン。クリサンセマム発進できます。もう引き返せないわよ。覚悟はいいわね。ああ、元より引き返すつもりはないんでね。この冒険開始って感じ、テンション上がるに決まってるっしょ。頼もしいわね。海域踏破船クリサンセマム発進。聞こえますか？このミッションから私がナビゲートします。正規正常値、バイデンの異常ありませんね。さあ、いいですか？家に帰るまでがミッションですよ。ここでの初仕事、行ってらっしゃい。悪くないな、こういうのも。いけつかないおっさんの声よりも100倍マシって感じ。え？悪い、こっちの話だ。なかなか荒神と接触しませんね。
荒波と接触、光線開始。了解した。天才かも。特筆すべき点もないな。気分よく追われるのはいいことだな。回収ポイントの確認もお忘れなく。Saber. Nanika. Caravan にグレイプにいる所属のゴッドイーターがいるってことはよくあることなのかって疑問に思ってさ。もしかしてその後ろの積み荷を守ってるとか。ここから先はグレイプにいるの管轄エリアです。立ち入りは許可できません。ってことはやっぱり。その積み荷はグレイプニルの依頼品ってところか。おいおい、大丈夫か？あんた、名前は？グレイプニル第6機械化大隊特別輸送管理連隊所属、クレア・ビクトリアスです。俺はユーゴ・ペニー・ウォート。なんて呼んでくれてもいい。オーナーから聞いています。航路の開拓に力を貸してくれるとか。あなた方の働きに敬意を表します。ですが無用に歩き回ることは感心しませんね。我々は特別扱いをしません。お堅い子って与えられた仕事に取り組んでいるだけです。戦闘で一緒になった際はよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうやら仲良くやれそうだな。よろしくな、クレア。体調に異変はありませんか？
クレアさん。ええ、海域濃度も許容範囲内です。問題ありません。対海域用に調整された変色因子を投与していると言っても無理なされないでくださいね。お気遣いありがとうございます。クレアさんは後方支援はファーストエールに優れています。皆さんうまく連携して荒神を討伐してくださいね。意外だな。あなた方と出撃するのは初めてですね。よろしくお願いします。なるほど。これでミッション完了ですね。お疲れ様です。いい連携でしょ皆さん。クレア、思ったよか、いい腕じゃん。それはどうも。それでは帰還して体を休めてください。何でもないんだ。ちょっと揺れに酔ったみたいで。荒神と戦う方がもっと辛いでしょ。僕はまだ戦えないけど、ほらこういうの拾ってくるくらいはできるから。